太陽の東日本庭園鉄鋼館イルミナイト万博2009パナソニックスタジアムスイタ大阪日本民芸館平和のバラ園国立民族学博物館万博記念公園は大阪府スイタ市にある日本万国博覧会記念公園の通称1970年に開催された日本万国博覧会の跡地を整備した公園で万博公園とも呼称される公園の管理主体は 在岸法人日本万国博覧会記念協会、独立行政法人日本万国博覧会記念、気候大阪府と推移してきた。1972年3月15日の日本万国博覧会一般公開2周年の日に、エキスポランドと自然文化園の第一期及び日本庭園、大阪日本民芸館などを公開して開園した。その後、自然文化園が、 第3期に分けて、整備、公開され、国立民族学博物館が開設される一方、開園後に閉鎖された施設もある。大阪万博の会場跡地利用については、大阪府、大阪市、政府各省などから、様々な構想が提出された。スポーツ施設、リクリエーション施設、森林公園、文化公園、世界環境機関誘致、国連大学誘致、政府倉庫、 労働教育センター、郵便専用駐車場、公務員宿舎、モデル市街地、情報センターなどである。大阪府は、中心部の展示地区と、日本庭園を含む130万平方メートルを、万国博記念公園都市、エキスポランドと東、南の駐車場を含めた65万平方メートルに、青少年のためのスポーツ、リクリエーション施設を作ることを提案した。 中馬香る大阪市長は万博開催決定当初から跡地を森林公園とすることを主張していた。在界などからは大学や研究機関が集中的に立地する研究学園都市の構想。国の行政機関が立地して有事の際に首都東京に代わって機能するくらいの規模を備えた日本第二の行政府にするという案もあった。 大阪万博開幕直後の政府広報では万国博担当大臣だった宮沢喜一が女優の佐久間良子との対談で次のように述べていた。当時の後地利用の方向性についての議論を伺わせる内容である。宮沢全体で100万坪あるんですから、どうしたらいいと思われますか佐久間、そうですね。やっぱり住宅なんか。宮沢、住宅を。 お考えになりますかというのは、私どもはまだ決めておりませんでね。いろいろな議論があるんですが。各官民が冷暖房の設備がありますし、それもみんなセントラライズされてきて、パイプで供給させておりますから、そこから住宅という考えを持つ人も、無論いるわけです。ただ私は、細切れだけはしない方がいいと思うんですよ。どうでしょうか あなたなんかはいろいろお忙しいお仕事をなさっていらっしゃって何が一番大事だとお考えになります。私なんかはやっぱり自然と言いますかね。だんだん公害ということが言われてきたりしていますし、自然とか文化とか文化といっても美術館とか民族資料のようなものは全部収集したものを最低限残して永久に残す建物はいくつもないわけですからそこへ収容して あとは、なるべく、あの辺の人が、文字通り息抜きに行けるような、自然を楽しめる形にするのが本当ではないかと、私自身は思っているんですが、まだ皆さんのご意見を伺っているところです。も都市がだんだん混んでいますしね。百万坪の森とか公園というものは、非常に私は大事だと思うものですから。佐久間、外国に行きますと、緑がとっても綺麗だってことですね。 森があって、子供連れとか、老人たちが話している姿を見たりすると、とっても羨ましいようないいことだなって思うんです。宮沢、そうですね。日本も少し豊かになってきましたから、そういう森とか公園とかいうのは、ある意味では贅沢なものでしょう。そういうことも考えなくちゃいけないんじゃないかと思います。その後の後地利用では、宮沢が述べていた方向性がほぼ実現した。 万博当時に建設された万国博美術館、大阪日本民芸館などは存続し、テーマ観点人のために集められた民族資料は万博後に建設された国立民族学博物館に収蔵された。高山映華、東京大学名誉教授などを委員とした大倉大臣の諮問機関、万国博覧会跡地利用懇談会では、施設中心の再利用計画を採用せず、 これからの都市化によってますます進むであろう自然破壊に歯止めをかけ、さらに失われた自然を復元、再生することによって、都市住民が自然に接する機会を作り、自然保護の思想を普及することを趣旨とする報告書を1970年12月に発表した。1971年には日本万国博覧会記念協会法が第56回国会で成立し、 同年6月1日に交付、7月1日から施行された。9月1日に財団法人日本版告白覧会記念協会が設立された。協会は設立後直ちに公園の基本計画策定に着手し、高山が顧問を務めていた都市、計画設計研究所に作成を委託した。高山と研究所より提出された基本計画報告書に基づいて、 次のような基本計画を定めた。基本方針では、記念公園は人間と自然が触れ合うことのできる優れた緑の環境を実現し、自然の中で市民が積極的、能動的に参加し、体験することができる芸術、学術及びスポーツレクリエーション等の文化的活動の場を提供するものとするとされた。全体で264ヘクタールある。 万博公園の敷地は大きく分けて自然文化園地区130ヘクタールスポーツレクリエーション地区91ヘクタール管理サービス地区43ヘクタールと決まった公園整備事業では次の3期に分けて長期的な展望に立った整備プログラムが決まった創世紀跡地から公園への転換育成期緑に包まれた記念公園の完成熟成期 記念公園の充実、高橋力夫、大阪府立大学教授は、造園家の吉村元に対して、パビリオンの跡地100ヘクタールに自然を回復し、公園的利用と両立させる基本設計業務を依頼した。1971年から2001年までの30年間で、100ヘクタールの土地に多様な生態系の森林を再生するというコンセプトだった。 日本桜名所100選に選ばれている万博記念公園周辺の空中写真。1985年撮影の9枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。大屋根の一部エキスポタワーをお祭り広場大屋根付近のステレオ空中写真国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成ありし日の国立国際美術館ありがとうございます。